国鉄ソニハク系貨車は、かつて日本国有鉄道に所属した橋桁仮設専用の事業用貨車である。1960年に日立製作所で2両が製造された。これは、老朽化の上、作業性や走行性能に問題があり、扱い荷重が小さく重量化する橋桁に対応できなくなっていたソイチ系の代替用である。 本形式のブームは水平に繰り出す方式で、扱い荷重は、ブームの繰り出しが車端から1.2メートルまでは70トン、12.25メートルの倍30トンで、四間22.3メートルの桁まで1点、釣りすることができた。ブームの伸縮に伴うバランスの変化に対応するため、使用時には3.8立方メートルの砂利を積み込む。ブームの旋回範囲は、 半径300メートルの曲線上での作業を考慮し、最長の場合1.3メートルとなっている。また、クレーン用の動力として、出力 54PS のディーゼルエンジンが搭載されており、これに直結された発電機からの電力を用いる。全長26メートル、時長130トンである。台車は3から3軸複式ボギーで、エンジン室よりのナンバーワン。 ナンバー2台車とブーム先端よりのナンバー3、ナンバー4台車では構造が異なり、ナンバー3、ナンバー4台車では橋桁の荷重がかかり、軸重が22トンにも達するため、通常よりも太い車軸が使用されている。26メートルにも及ぶ全長の関係で、通常の方法では転車台による転向ができないため、車体中央よりに転向時のみに使用する心皿を、 もうけナンバーワン、ナンバー二台車を移設して、転向を行う。そのため、ナンバーワン、ナンバー二台車には、ブレーキ装置が設備されていない。1968年10月のダイヤ改正により、本形式は、改装時の最高速度は、時速 65km に制限され、一時はそれを示す、黄色帯を巻いたが後に変更され、最高速度は、 時速7 5トルとなった。また、無動力のため、作業時には牽引車が必要で、改良型である、ソ300系の登場後は、十分に活用されなかったが、1977年に、専用の牽引車が開発され、取り回しが改善された。1980年時点で、東京第二工事局の三島総区に所属し、全国の橋下高設に使用されていたが、 1987年の国鉄分割民営化までに廃車されており、JR グループ各社には引き継がれていない。ありがとうございます。